バルファーレワールドお住まいのコロポックルのしもべさんからいただきました。先日ハウジングのお便りを読んでいただいたものです。実は私、自分の家を持っていなかったんです。今までハウジングしていたのはシェアハウスが主でした。そしてつい先日、新しいハウジングエリアのエンピレアム追加まで我慢ができず、アパルトメントを購入しちゃいました。そしてそのアパルトメントを住むことを想定してハウジングしてみたので、南條さんに画像をお送りします。 PS 設置上限増えないかな。私に言われても絶対増えないんだな、増えないんだな。じゃあ一旦インしましょう。南條よしのエオルゼアより愛を込めて、やっはろこんこん、南條よしのです。この番組はファイナルファンタジー14を愛するあなたのためのウェブラジオです。本日はバルファーレワールドお住まいのコロポックルのしもべさんからいただきました。ハウジング、住むことを想定して作られた内装、お写真いただきましたので見てみたいと思います。じゃん、すごどうやったらできるのかわからない。本当に、モデルハウスですかこれは。観葉植物もたくさんあるし、あのね、木目と白い壁と、まあ、ナチュラル、なんていう、ナチュラルウッドみたいな色と、あとダークウッド見せちゃったよとね、緑色と、あとね、絨毯とかソファーとか、あと壁の一部分だけとかを赤く染色していて、本当にスタジオみたい、ハウススタジオみたい、超おしゃれ。何これ、こんなんできるんだ、もうよくわかんない。あの技なのか、もうこういうアイテムがあるのか、もうもはや私は全然ついていけてないんだけど、とにかくおしゃれだって。なんかあの、なんていうの、天井側にモニターみたいのついてるよ。なんかいや、住んでみたいわ、こんな家、こんな家に住んでみたい。うち本当に何度も言うけどセンスないんだよお家のインテリア本当にセンスなくて私の部屋も、まあ居心地はいいよ、居心地はいいけど、なんかね、映えないよね、全然映えない、映えないし、この一体業者呼んで片付けたいなっていうエリアがあるし、もうだってテーブルとか自分で持って下まで捨てに行けないもん。下までっていうか、あの、なんていうの、資源ごみ回収の場所まで業者呼ばなきゃみたいなさ。だから本当選択して、でコマンドを押して捨てるとかさ、撤去する、これを本当にリアルゼアでも実装してほしい、本当に。だとしても、まあ私はセンスがないからこんなね綺麗なお家は作れませんけど、リアルゼアもこんなハイセンスなお部屋に住んでらっしゃるのかしら、コロポックルのしもべさん。まあこの調子でね、これはアパルトメントということですけど、あれ、私のアパルトメントと全然違うな、面積同じはずなのに。ハウジングもね、お家買ってみたらぜひ楽しんでください、すごいなと。まあそんなこんなでお送りする約30分、今週も最後までよろしくお願いします。この番組はスクエアエニックスがお送りします。南條よしのエオルゼアより愛を込めて、
改めまして、やはらこんこん南條佳乃です。さあ、先週お知らせした通り、こちらの企画をお届けしましょう。性防災セットプレゼント。びっくりした、綺麗な方じゃんびっくりしちゃったよ一瞬。エオルゼアではシーズナルイベント性防災が盛り上がっています。まだ遊べてないのでね、まだ遊べる時間軸にないので、遊んだお話はまた後日改めて。そんな中、スクエアエニックスさんにおねだりして性防災のプレゼントのセットをいただいちゃいました。14にまつわるグッズが満載です。ありがとうございます。どんなものがあるかと申しますと、まず、そう、もう本当にブツがありますからね。ブツがここに、まあ、先にお名前で紹介していくか。ルームフレグランス、ジョブアイコンのストール、ミニオンフィギュア、モーグリのポーチ付きエコバッグいただきました。じゃあ見ていこう。うわ、まずモーグリ出てきたよ。これ可愛いんだよねつって、今私自分でガサガサ開けるとこだったわ。アップね、プレゼントだっつーの。可愛いんですよ、このモーグリのエコバッグ。結構入ってるぞ。ちなみにこれね、ルームフレグランスランダムでいい子と、ジョブアイコンのストールと、ミニオンフィギュアランダムでいい子と、モーグリのポーチ付きエコバッグと、番組特製南條佳乃が書いたアイコメちゃんの何かをセットにしてプレゼントということでございますよ。太っ腹。これがミニオンフィギュアか。ニャンだよ、ニャン、エステニャン。わあ、私がこれベタベタ触ってベタベタ触って、ちゃんとあの透明なとこは触ってないから。あら、眼差しが真剣、にゃん。はあ、武器もついて、ほう。これどう？あら、まだある。リーンちゃん、あら、かわいいわね、かわいいわね。あ、短パン履いてるあ、ごめん、まあ、覗くでしょ、覗くでしょ、だいたいみんなも一度はやるでしょ。かわいらしい。なんかあれなんだね、お洋服が結構光沢あっていいね。なんか上品、お上品よ、リンちゃんね。よいしょと、あと一つはあの方、誰ですか？エスティニアンと来て、リンちゃんと来て、ママだよヤシュトラママだよ、四国衣装のね。あら、これもう武器が素敵、かわいい。ドドンと、わあすごい。これはなかなか結構ね、でかいよ。ミニオンフィギュアと言ってもね、うん、30センチ弱ぐらいはあるかな。土台も入れてね、存在感ありますわ。これはすごい。とこれがストールだ、ジョブアイコンのストール。まあ、シンプルだからね、これも使いやすいと思いますよ。さりげなく皮下線アピールできる、かわいい。あ、ちゃんと青魔導士とかも入ってるね。ダンサーとか、ダンサー、踊り子、あーいいですね。パチ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 。ほんでルームフレグランスですよ、こちらのね、クガネとリムサ、ロミンサ、ウルタハ、ウルタハ、開けたい開けたいな。お、ウルダハの匂い書いてあるよ。ウルダハフローラルアンバー、トップは南国フラワーのイランイランに濃厚なアニマリックハニー、引き続きミドルも熱がこもったイランイランをメインに、野生味のあるダマセナローズに神秘的なバイオレット、火をくべた薪のニュアンスを加え、ドライでエキゾチックな紅茶です。わかった？まあ、基本がでもイランイランなんだね。でもアニマリグハニーって甘いのかな、スパイシーで甘い感じなのかしら、ちょっと全然適当言った、ごめんリムサロミンサはフルーティーシトラス、フレッシュで鮮烈なオレンジの香りの紅茶です。
ウディガンのあるベチバーやアニスが隠し味になっています。味？へえ、やっぱオレンジなんだね。ラノシアオレンジがありますからね。クガネはこれがいいな。私、桜の香り、艶やかな桜の花がモチーフ、スミレやヘリオドローブのフラワーグラデーションをベースにユーカリやハカ、ペパーミントといった清涼感のあるハーブをブレンドした紅茶です。桜好きなんだよね私。実はクガネがいいなって私はもらえないんですけどね。こちらをセットにしたものをプレゼントさせていただきます。サインもなんかに入れましょうかね。アイコメちゃんの何かにじゃあ入れて、それぞれセットにしてプレゼントしたいと思います。こちらの性防災セット、番組をお聞きの3名の方にプレゼントいたします。ミニオンフィギュアとフレグランスはそれぞれランダムで1個入ってますからね。どれが届くかはお楽しみにしていてください。欲しいよという方はメールにあなたの郵便番号、住所、氏名、電話番号を書いて、メールアドレス ff@hibiki-radio.jp ff@hibiki-radio.jp、 もしくは番組のトップページのメールフォームのふつおたから送ってください。合言葉を決めましょうかね。よし、決めた。今目の前にいるから、この人たちが言うよ。合言葉は難しいからね。いくよ。やっしゅ、あ、噛んじゃった。これは今のなし。やっしゅてんてんてんとかはいらないから。いきます。やっしゅとらママは、リーンを、にゃん。やっしゅとらママは、リーンを、にゃん。ひらがな、カタカナはもう好きに書いたらいいです。もう。この合言葉を書いて応募してください。この合言葉がメールに入っていなかったり、間違っていると無効です。わー、難しい合言葉にしちゃったな。もうパスワードみたいにしちゃった。ご応募のメールは1月10日到着分まで有効です。なお、いただいた個人情報につきましてはプレゼントの発送のみに使用させていただき、その他の用途には使用いたしません。フルでご応募ください。以上、性防災セットプレゼントのお知らせでした。南條佳乃、レオルゼアより愛を込めて。さあ、それでは番組に届いたお便りご紹介していきましょう。デュランダルワールドお住まいの光の第三さんからいただきました。すっかり寒くなってきましたね。寒い季節といたらやっぱりこたつで寝転がってぬくぬくが最強だと思います。というわけで、こたつでぬくぬくできるようにハウジングしてみました。そして私のララオス君にこたつでぬくぬくさせてみたら、まあなんて可愛らしい。ということで、私のララオス君で目の保養をなさってください。どれどれ、あらららら、あらららららら、ら、ら、可愛らしい、あらららら、ら、いいね。こたつで眠る幸せだよね。私はもうこたつを出してしまったら終わりだと思うので、もうこれ以上仰向けになってどうなるっていう感じになるので、絶対にこたつだけは導入しないようにね、心に決めているんですけども、あと絶対片付けないから、知ってる自分のことを。いやでも本当可愛らしいですね。ありがとうございます。目の保養ありがたや。続きまして、イクシオンサーバーお住まいの生涯赤間のゆいさんからいただきました。11月19日に FC の人とエオルゼアカフェに行ってきました。いいわね。自分はジョブドリンクのリーバーや行月のショコラを注文しましたが、特にティターニアのドリンクが美味しすぎて一瞬でなくなってしまいました。せっかくなのでスクショ添付します。店内に飾ってあった南條さんと茅野さんのサインをしっかり拝んできました。ありがとうございます。飾ってくれてありましたか。お便りじゃない、お写真。あ、もう手が乾燥して、手が乾燥して、もうできた。あー、美味しそう、美味しそうだな。今ちょうどお腹空いてきてる時。ティターニアのドリンクどれ、ないな、ここにはきっと。うわうわ、美味しそう。この青いサラダなんだろう、なんだっけこれはね。相変わらず美味しそうだな。いや楽しかったな。カヤノンと行ったエオルゼアカフェ美味しかったし、いやありがとうございます。見事に飯テロ食らいました。続きまして、
寄り道の王女テトさんからいただきました。先日忍者がレベル70になって念願だったスカラ装備を身につけることができました。エオルゼアに降り立て初めてのフレンドであり、初めてお別れを経験した先輩ヒカセンがお気に入りだった装備なのです。すごいエピソードだ。寄り道をしすぎたこともあり、私が漆黒編に突入する前にこの世界から去ってしまった彼女、最新コンテンツに一緒に行くことは叶いませんでしたが、あの先輩が好きだったこの装備とともに行月を駆け抜けていきたいと思っています。どれどれ、あ、素敵だわ。すごい素敵だ。これ写真もすっげーいいわ。かっこいい。ブロマイドだね。もうもはや、あ、もう一枚ある。かっこいい。よくお似合いで。これでじゃあ楽しんでください、行月を。スカラ装備人気なんですね。おしゃれだね。確かにかっこいいわ。私も自分の子をねこう撮っていて、これブロマイドにできそうみたいな写真がいっぱいあるので、いつか印刷して壁に飾ってやろうと思っていますけどね。あのチェキではね印刷できるんですけど、お家にもっとかな、テカテカ印刷したいくて、うちは今プリンターないので家ではできないんですけど、ブロマイドをね生産して壁に貼りたい。ぜひテトさんも素敵だからやってほしいな。というわけで本日以上、ありがとうございました。こんな風にこの番組ではあなたからファイナルファンタジー14にまつわるお便りをお待ちしています。メールの宛先は番組のエンディングで。それでは今週もここで曲のリクエストメールご紹介しましょう。テュポンワールドお住まいのタコマリネさん、曲のリクエストを送らせていただきます。戦士の構成 PVP フロントラインをリクエストします。 PVP は全然やっていなかったのですが、もぐもぐコレクションのトークンを集めたくて試しに始めてみたら思いのほか楽しくてハマってしまいました。次のクリスタルコンフリクトも早くやってみたいです、ということです。ありがとうございます。それではお送りしましょう。デュポンワールドのタコマリネさんからのリクエストです。戦士の構成 PVP フロントライン。ではこちらのコーナー行ってみましょう。南城アリアポーの空想帳。冒険者に空想帳をくれるイギルシャンヤの黒アリアポーちゃん、よろしく。ファイナルファンタジー14にまつわるあなたの空想をどんどん送っていただくコーナーです。それではご紹介していきましょう。アスラサーバーお住まいの光対アテさん、今年の聖望祭にお願いするプレゼントはトナカイのソリマウント。欲しい欲しい、それめちゃくちゃいいな。二人乗り以上がいいな。一人だとサンタさんポジションになって、
2人以上だと後ろいいなそれ、欲しい。次、イージスサーバーお住まいのフロミさん。タタルさんが VTuber デビューし、カーバンクルと遊んでいる動画をアップしてしまう。いいかも、タタルさんだけじゃなくてもいいかも。それぞれみんな VTuber デビューしたら何するかって考えるのも面白いよね。 VTuber でも YouTuber でもね。続きまして、イージスサーバーお住まいのフロミさん。2通目、ラウバーン痩せたてよあ、でも筋肉隆々な感じだからね、痩せたて言うともうなんだろう、動かない動かなくて筋肉がこう痩せ細ってっちゃった感じになるのかな。想像がつかないね、そんなラウバーンさんはね。続きまして、アスラサーバーお住まいのヘッポコすぎるよしんくんさん。リテイナーベルを鳴らして逃げる予備リンダッシュが流行るありそう、できないけどありそう。ハデスワールドお住まいのニャツメさん。なんやかんやで月面に到着したヒカセンたち、だがそこは横尾太郎の顔面だったちょっとなんか似てる感じあるもんね。ハデスワールドお住まいのニャツメさん、もう一通くださいました。新ジョブ発表、教師。先生、どういう技なんでしょう。先生、チョークとか投げたりするんでしょうか。今の時代はしないと思いますが。アルテマサーバーお住まいのレンレナさん。ヨシピーさんを筆頭に開発の皆様のプロフィールや仕事風景がギュギュと詰まったファイナルファンタジー14開発スタッフ攻略本が発売決定。ちょっと面白そう、見てみたい。続きまして、グングニルワールドお住まいのロイヤルさん。ボタンを押せばリアルゼアでもマクロでご馳走を作ってくれる。いいなぁ。でも私もボタンを押すとご馳走届きますよウーバーでーすってグングニルワールドお住まいのロイヤルさん、もいつ。エオルゼアカフェで南條さんとアルファー君がデート。サイ&コー、尊い。あー、また私のカメラフォルダが真っ黄色になっちゃうな。アルファー君ばっかり撮ってるとね、もう黄色いんですよ、見返してると。あ、この辺アルファー君だなっていうのがザーってやっててもわかる。幸せだな。次、グングニルワールドお住まいのロイヤルさん、もう一つ。エオルゼアカフェで食事をしていると、隣のテーブルからメインキャラクターなどのお茶会の会話が聞こえてくる。あー、いいね。どんなこと話してるんだろう。ハデスサーバーお住まいのポンキチさん。戦闘職、ギャザラー、クラフターの各ギルドがギルド内に更衣室を設置してくれる。これでギルドに新規に入門した時やクラス替えの瞬間など、下着姿を他の人に見られて恥ずかしい思いをしなくても済むようになった。地味にありがたい。ジョブチェンジする時ちょっと心配になるんだよね。装備をさ、持ってなかったり売っちゃったりすると裸になっちゃうじゃん。裸っていうか、まあ下着になっちゃうじゃん。草むらとかに入って私はジョブチェンジします物陰に隠れて。更衣室いいな。次、ハデスワールドお住まいのジュムさん。リテイナーに何かを依頼後、外に出ると自分自身が雇ってるリテイナーにバタリ会うことがあればいいのに。いや、これ私も思ったことある。せっかく作ったね、リテイナーちゃんたちだからね、会ってみたいよね。一緒に写真とか撮りたいもん。次、ハデスワールドお住まいのジュムさん、もういつ。謎の技術でゲーム内でオーケストリオン譜をレコード風に流せるようになる調度品が実装されたらいいのに。いいんじゃないそれ、見た目もおしゃれそうだし、いいんじゃない。いや、難しかったな、この間のあのレコード、レイドコンテンツ、業務用レコードをかけてみようの回、難しかったな。続きまして、リディルワールドお住まいのミートイーターのホイミンさん。ファイナルファンタジー14コンパニオンアプリに新機能、マイキャラカメラが追加。ログインしていないとき、自分のキャラは何をやっているのだろう、それを知るための機能。
遅くまで寝ている姿や、ちょっとしたお使いをしている姿や、プレイヤーがログインしようとすると急いでログアウトした場所に戻って帰っていく姿などを見ることができます。めちゃくちゃいい、それめちゃくちゃいい。私は AR エオルゼアで、マイキャラとリアルゼアの背景合わせて写真撮りたいをずっと言ってるけどね。でもいいな、このマイキャラカメラ何してるか見たいな。次、ガルーダサーバーお住まいのスノーさん。結婚5年目、子供も3歳になり、やんちゃ盛り。寝静まってからしかファイナルファンタジー14を遊べていない。そろそろ妻を非課線にしようと計画中という空想をしながら毎日14を楽しんでいます。まずは結婚相手から探したいと思います。いや、どっからが空想だって思ったら最初からでしたね。さあ、というわけで本日以上、ありがとうございました。こんな風にぜひぜひファイナルファンタジー14にまつわるあなたの空想を送ってください。以上、南條アリアポーの空想帳でした。この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。各コーナー宛てはもちろん、普通のお便り、普通お便りもお待ちしてますので、気軽に番組に参加してください。メールアドレスは ff@hibiki-radio.jp ff@hibiki-radio.jp。 番組のトップページからメールフォームでも送ることができます。たくさんのお便りお待ちしています。そしてこの番組の感想などなどをツイッターに書き込んでください。書き込むときはハッシュタグアイコメをつけてください。南條ヨシノエオルゼアより愛を込めて。してきました、南條ヨシノエオルゼアより愛を込めて。いかがだったでしょうか。まずは今週の MIP 発表します。今週はですね、南條アリアポーの空想帳に送ってくださった、すべてが空想だったガルーダサーバーにお住まいのスノーさん。エオルゼアカフェで私とアルファ君がデート。グングニルワールドお住まいのロイヤルさん。更衣室を設置してくれるハデサーバーお住まいのポン吉さん。以上3名様に番組特製南條ヨシノが書いたアイコメちゃんの何かお送りいたします。といったところでお時間が来てしまいました。今日のところはぼちぼち落ちたいと思います。次回の配信は12月31日の金曜日の予定です。うわ、大晦日ですよ。ねえ皆さん、紅白だったり年末の番組もいいけど、アイコメもどうかよろしくお願いいたします。そして先日から募集していた正気に戻ってくださいのお便りもたっぷりご紹介します。それではここまでのお相手は南條ヨシノでした。おつ。この番組はスクウェアエニックスがお送りしました。南條ヨシノ今週の愛の一言。今年が終わる、フィナーレ。また来週。